マクドナルド、ラブポテト CM メイキング映像。ナンバーアンダーライン愛3人の素顔が満載。神宮寺雄太の新しっぷりにキュン。岸雄太の真面目さが光る。平野翔の天然炸裂。広告業界の中で、特に大手ブランドのキャンペーンに登場するタレントたちの舞台裏には、ファンにとって特別な興味が寄せられる。今回、マクドナルドの新しい広告。 ラブポテトのメイキング映像が公開され、特にナンバーアンダーラインイの3人、平野翔、岩優太、神宮寺雄太の姿が話題となっている。この映像は、ファンにとって彼らの素顔を垣間見る貴重な機会であり、それぞれのキャラクターがどのように広告制作に取り組んでいるかが分かる内容となっている。平野翔は、その自然体な魅力とプロフェッショナリズムが一目瞭然である。カメラの前ではもちろん、 カメラが回っていないときでさえ、彼の明るさやエネルギッシュな態度がスタッフや共演者を引きつける。特に、撮影の合間に見せるリラックスした表情や、ちょっとした冗談を交わす姿は、彼の人柄をよく表している。ファンからすれば、そんな平野の姿は、彼がいかに多くの人に愛される理由であるかを再確認させるものだ。一方、ガン・ユータは、少し違ったアプローチで視聴者を魅了する。 彼は撮影中、真剣な表情で監督やスタッフの指示に耳を傾け、細部にまでこだわりを持って演技に取り組んでいる様子がうかがえる。メイキング映像の中で、彼が何度もモニターチェックをして、自分のパフォーマンスを確認する姿は、彼の職人かたな一面を垣間見せる。騎士のファンにとって、この姿は彼のプロフェッショナリズムを再認識する瞬間であり、同時にその細やかな気遣いに感謝する瞬間でもあるだろう。 神宮寺雄太は、柔らかな微笑みと穏やかな態度で、撮影現場に安定感をもたらしている。彼の姿勢や立ち居振る舞いからは、丁寧でありながらも確固たる自信が感じられる。撮影が進む中で、彼が他のメンバーやスタッフと自然にコミュニケーションをとり、現場の空気を和ませる様子は、彼がいかにチームプレイヤーであるかを物語っている。神宮寺のファンにとって、この一見すると控えめな彼の姿は、 実際には非常に魅力的であり、彼が持つ内面的な強さと優しさを再確認するきっかけとなる。このように、メイキング映像は彼ら3人それぞれの個性を浮き彫りにし、普段は見ることのできない彼らの一面をファンに届ける重要な役割を果たしている。また、この広告のメイキングが特に注目される理由の一つとして、彼らが一緒に過ごす時間の中で見せる、絆も挙げられる。彼らが共に笑い合い、 冗談を交わしながらも、互いに真剣にサポートし合う姿は、彼らの関係性が非常に深いことを示している。これにより、視聴者は単なるタレントのグループとしてではなく、彼らの内面にある友情や信頼関係に共感を覚えることができる。しかし、このメイキング映像は単なるエンターテインメント以上のものを提供している。ファンにとって、彼らの仕事に対する真摯な姿勢やプロフェッショナルとしての態度を見ることは、 彼らを一層尊敬し、応援したくなる要因となっている。また、広告業界においても、こうした舞台裏の映像は、視聴者に対するブランドの透明性や信頼性を高める効果があると言える。現代の消費者は、単に製品やサービスを購入するだけでなく、その背後にあるストーリーやメッセージに共感することを重視している。したがって、今回のラブポテトメイキング映像のようなコンテンツは、 ブランドと消費者との間により深い関係性を築くための重要な手段となりうる。さらに、この映像を通じて見えてくるのは、彼らが持つ自然体という魅力だ。広告の制作過程では、しばしば厳しいスケジュールや高い要求が課されるが、それにもかかわらず、彼らがリラックスして楽しんでいる姿は、彼らが持つ本来のキャラクターの現れである。平野、岸、神宮寺の3人は、 それぞれが異なる個性を持ちながらも、そのバランスが絶妙に保たれている。その結果、視聴者には彼らが真に楽しんで仕事をしていることが伝わり、それが広告全体の魅力を引き立てている。また、この広告が放送される中で、彼らがどのようにして視聴者にメッセージを伝えているかについても注目すべきだ。メイキング映像の中で、彼らがどれほど細部にこだわり、どのようにして広告のコンセプトを理解し、 それを自分たちの言葉や表現に落とし込んでいるかがよくわかる。これにより、視聴者は彼らの努力や工夫を感じ取ることができ、その結果、広告のメッセージがより一層心に響くものとなっている。さらに、今回のメイキング映像が公開された背景には、ファンとの距離感を縮めるという意図も見え隠れする。近年、SNS やインターネットを通じて、 ファンはタレントの私生活や舞台裏により近づくことができるようになった。しかし、こうした情報が溢れる中で、本当に価値のある、リアルな瞬間を提供することは容易ではない。それゆえに、このメイキング映像は、単なる舞台裏の一コマではなく、ファンにとって特別な意味を持つものであると考えられる。彼らがどのようにして自分たちのキャリアを築いているのか、どのようにして困難を乗り越えているのかを垣間見ることで、 ファンは彼らをより深く理解し、支持することができる。そして、最後に注目したいのは、このメイキング映像が示す、チームワークの重要性だ。広告の制作は、一人一人のタレントだけでなく、監督、カメラマン、メイクアップアーティスト、そして数多くのスタッフが協力し合って初めて成り立つものである。彼ら3人がどのようにしてこのチームの一員として機能しているのかを見ることで、 視聴者はその背後にある努力や協力の大切さを感じ取ることができる。彼らが広告を通じて伝えたいメッセージは、単なる製品の魅力だけではなく、人と人とのつながりや協力の大切さ、そしてそれがもたらす喜びである。このように、ラブポテトのメイキング映像は、単なる広告の裏側を超えて、彼ら3人の個性やチームワーク、そして仕事に対する真摯な姿勢を映し出している。ファンにとって、 この映像は彼らの魅力を再発見する機会であり、また、広告業界においても、視聴者との新たなつながりを築くための貴重なツールとして機能している。これからも、彼らのようなタレントが広告やメディアを通じて、どのようにメッセージを発信していくのか、そしてそれがどのように視聴者に影響を与えるのかを見守り続けたい。さらに、この、ラブポテト広告のメイキング映像は、視聴者やファンに対する影響だけでなく、 広告業界全体に新しい潮流を生み出す可能性もある。特に近年の広告業界では、単に商品やサービスを売るだけでなく、ブランドの価値観やストーリーを伝えることが求められている。これにより、タレントを起用した広告は、より一層そのタレント自身のパーソナリティや価値観を反映した内容になることが多くなっている。今回のナンンバーーアダインアイのメンバー3人が出演する、ラブポテト広告も、 その一例と言えるだろう彼らが出演することで、広告自体が単なる商品プロモーション以上の意味を持つようになり、視聴者にとっても親しみやすいメッセージが伝わる。平野翔岩優太、神宮寺優太という3人の個性が融合することで、広告の内容がより多層的になり、視聴者の心に強く響くようになっている。この点において、タレントが持つ影響力とその活用方法についても、 新しいい可能性が示唆されているまた広告のメイキング映像が注目されることでファンとブランドとの関係も進化していくこのような裏側の映像はブランドに対する親近感を生み出し消費者がブランドに対して感じる信頼感を高める効果がある特に今回のようにタレントたちが楽しみながら仕事をしている姿を見せることで視聴者もそのポジティブなエネルギーを共有することができる このようなポジティブな感情の共有は広告キャンペーンの成功において非常に重要な要素でありブランドと消費者の間に強固な絆を築く手助けとなるさらにナンバーアンダーライン愛の3人が広告に出演することで彼らのファン層がブランドのファンにもなり得る可能性が高いこれはタレントのブランド力を最大限に活用することでターゲットオーディエンスを広げることができる戦略の一環である今回の ラブポテト広告は、ファンとブランドが共に成長し、共感し合うための一つの成功例となっている。それに加えて、広告業界における、共感マーケティングの潮流にも、このメイキング映像は深く関連している。共感マーケティングとは、消費者がブランドやその製品に対して感情的なつながりを感じることで、より強いブランドロイヤルティを生み出す手法だ。この手法が効果を発揮するためには、 ブランドが提供するストーリーが真実味を持ち、視聴者がそのストーリーに感情的に共感できることが不可欠である。今回のメイキング映像では、タレントたちの素顔や制作過程がリアルに描かれており、視聴者は彼らの努力や思いに共感することができる。広告の制作過程で、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがどのようにして一つの作品を完成させるのか、その裏側には多くの挑戦や創意工夫があることがうかがえる。 平野、騎士、神宮寺がそれぞれの個性を発揮しながらも、共に協力し合い、最良の結果を目指している姿は、ファンのみならず、多くの視聴者にとっても感動的である。特に、彼らが互いに支え合い、笑い合いながらも、真剣に仕事に取り組む姿勢は、彼らのプロフェッショナリズムを強く感じさせるものだ。